9月7日1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて180円88銭安い 22,307円で引けました。今日一番安いところでは日経平均5場に下げ幅が300円を超える場面がありまして、22,100円台に突っ込んだんですが、結局大引けでは2300円台なんとかキープして引けました。トピックスも昨日に比べて 8.1 ポイントの下落で 1684.31 で引けています。新興市場もマイナスでした。エマザーズ指数、そして日経ジャスダック平均ともどもマイナスはマイナスでしたが、ほぼ今日の高いところで引けました。それではまず日経平均株価の冷やしチャートをご覧いただきましょう。日経225冷やしです。こちら今日は75日線オレンジの線とグリーンの25日線それぞれを下回っています。この下ヒゲの部分ですね、ここで300円を超える下げ幅、22,200円を割り込んで 22,100円台に突っ込んだんですが、さすがに売られすぎ感と下値では買い物が入り、突っ込み警戒感もあったようですね。売られすぎではないかという押し目買いが入ったようです。また間違いなく日銀が ETF 買っているというところで、その後はスルスルとたくり上げるようなたくり線となりました。結果的には180円安、22,300円台に乗っけて終えています。こうした動きを象徴するのが、今日はディフェンシブセクター、特に陸運ですとか電力といったところが買われています。陸運では9021、JR 西日本です。西日本台風の影響で今週は大変な週でありましたけども、こちら株価の方、昨日大きく陰線をつけた後は昨日の下げ分を取り戻すような陽線をつけて買われています。なかなか外部環境が不透明と、トランプさんが次の貿易戦争の相手は日本だと考えていると報道がされています。あくまでも報道ベースでありますが、このあたりが相場の重しになる中で内需関連に資金が入り込んだようです。JR 西は97円高の7406円で引けています。そして今週を象徴する個別銘柄、上下ともどもご紹介しましょう。まずは買われた方ですね。こちら1929日徳建設であります。こちら冷やしチャートですけども、今週は窓を開けてこのように高いところまで急進しました。災害が日本列島相次いで襲っています。西日本の台風ですとか北海道の地震と、このあたり地盤改良工事銘柄である日徳建設に思惑買いが入ったようです。今週株価急騰というのがこの銘柄です。今日の終値は5円安の730円であります。一方でマイナス方向、下落方向で今週を象徴しているのは何といっても1435タテルであります。融資関連の不正があったということで3日連続のストップ安で値を切り下げて、昨日は商い成立、今日も続落ですね。今日は株価の方は502円で引けています。タテルは不祥事発覚前というこちらの水準がだいたい1500円1600円付近でしたから、今日の終値502円でありますから、1週間で株価が3分の1以下に下落したという計算になります。以上、大引けの模様、東証アローズからお伝えしました。